はい、おはようございます。おはようございます。どうしたんですか？いや、なんか普通に、うん、僕ドッキリ結構やってるんですよ。あ、そうなんですか？はい、仕事で。で、依頼が来まして、うん、外注です、今日。あー、なるほど。はい、はっきりと内容は言えないんですけども、うん、イースター島みたいなやつがいるんだけど。あー、顔が？そいつのイースター島に置いてあるのかと思ったやつな。そう、私物なんだよね。うん、私物チェックはさすがにかわいそうだから。かわいそうだね。これも私物じゃんっていう。うん、もうカバン自体も。だからカバンがキャラクターになったやつなかなかいないからね。そうですよ。うん、でそれでだって、世にものミニドラマみたいな。ああ、役柄これで決まるぐらいよね。そういうことですよ。なかなか持ってますよ。持ってますよね。ブランディングしっかりしてます。黄色にしよう、楽しみですよ。黄色にしたらどんな反応するのかっていうモニタリングをちょっとね。はい、一応たまたま、なんか前新しくしてあげたんだけど、うん、無人島行ったらめっちゃ汚くなっちゃったらしいから。そうね、俺一瞬どっちって思ったもん。前のやつだから海水とか浴びるとすごい色抜けちゃうんだろうね。いや、もうだからもう青じゃないんじゃないのってこと。うん、だからもう黄色になっちゃったっていう。いいじゃん、黄色。黄色いいよね。キイチの AD バッグ、黄色に変えたらどんなリアクションするのか、モニタリング。さすがにやっぱ中身見んのかわいそうだから。どうする、中身適当なもんつけ詰めといてもいいんじゃね。あ、そうそう。なんかガムテープだけさ、つけて。え、人形とか入れたらもう。人形入れよ。人形入れよ。ファンに俺らじゃないもん、それ。ふっ。おい、まあ、いっか。はい。で、うん、ガムテープつけ、ガムテープさ。ああ、ガムテープやっぱつけないと。これ一応トミーが買ってきたんだよ。そうそう、それをちょっと外注でこっちに回ってきてる。でもあいつあんま難しいのやるとリアクション取れないです。さすがにもうないってか、これ黄色あんだね。でもこれ人気らしいよ、このバッグ。え、なんで知らない。ピーチパワー、いや、それはさすがにないと思うけど。びっくりした。あってはならない。でもキイチといえばこのバッグですからね。いや、お前がつけるとなんか幼稚園生みたいだな。いや、なんかやっぱいいわ。ちょっとこちらに回して。お前の体を回さなくていいんだよ。前に回して、前に。ちょ、これほんとにいいよ。いや、AD バッグなんかね、いや、でも安心感ある。いや、目立ちすぎるな、でも黄色って。え、これちょっとくすんだ青だからもう邪魔しなくなったよね。うん、そうだね。え、絵がね、うるさくなかった。これ結構なんだろうね、幼稚園生のバッグみたいだよ、黄色いから。確かに。まあちょっとみたいな、ね、うん、どんなリアクションするのかだけ撮ろう。大丈夫かな。まあちょっとね、それもさ、衣装みたいなもんだから、ちょっと新しくね、はい、新調しましたって。置いといてたんだよね。うん、まあ変えとこ。どんなリアクションすんのかな。はーい、なんで隠して隠して隠して。そっちが先に見つかんない。おい、キイチが真面目にちゃんとノートに書いてるネタ帳が見えちゃってるよ。あいつセンスじゃないんだ。あいつセンスじゃない、努力の人だから。はい、ありがとうございます。もう、意外と見ない。意外と見ないからね。隠しカメラも前回気づかなかった。はい。あー、めっちゃでかい旅館とかで、どうしてんだろう。住み込みなのかな。お、隠した。隠したです。どこ行こう、キッチン。全然決まんなくて。え、ナスとかだったらさ、どんくらいなんかな、こっから30分くらいじゃないですか。おい、あいつ絶対電話しないだろ。絶対電話しないだろ、あいつ。30分でつかなくね、ナス。どうなんだろう、どんくらいなんだろう、ナスまで。2時間とかかな。おーい、おーい、どうしたの。おーい、どうした。発声練習してる。おーい、んおかしいだろ。おーい、どういうこと、どうした。おかしいだろ、これおかしいだろ。
このためにそんなやったんすか。やってないよ。誰っすかこんな手間かけたの。止めますか。緊急でちょっとここで撮ってるんですけど。え、ここで撮る必要あります？いや、早く撮んないともう間に合わないじゃん、今日。今日、読んだの間に合わなくなっちゃうからさ。いや、本当は俺も撮影部屋撮りたかったんだけど、はい、ちょっとさすがに間に合わなくて。12月27日のイベントについてなんですけど、回顧展ってのやろうと思ってまして、なんか、今まで動画で登場した大きいハンバーガーとか、リビングにあるソファーとかもなんかもう、もはや会場に持ってって見れる状況にしようかなと思ってて、で、なんか、皆さんが見たいよとかいうものがあります。例えばこの間の最後 CG で嘘ついたでっかいマッチのボールとか、配布してない無人24時間生配信の T シャツを飾ってほしいとか、いろいろあると思うんで、なんかこれを見たいですっていうのあったらちょっと今日コメント欄に書いてください。で、回顧展みたいなのができるかどうかちょっと僕の方で調整するので、もしできたらまあチケットない人でもちゃんとそれ用のチケットを買えば来れるようにして、無限に人が入れるような状況を作りたいんでね、ちょっと今日のコメント欄に書いてください。漫才何みたい。どうですか、今年とか今まで俺らがやってきたやつのものを展示会みたいにしよう。ああなるほど。よしおとかさ、よしおこの距離で見たいじゃん。やっぱ汚いっすけど、汚いけどね。だからその現実も見せるよっていう、そのいや汚いよっていう、アバンの風呂結構砂溜まってるからねっていうのとかはやっぱ見せたいじゃん。机とかっすか。あ、もうもうリビングの机、撮影部屋の、撮影部屋の机確かに見たいかもな。まあ、あれごと持ってって置いとくとかね。はい、確かに。あとまあ、ベタなとこで言ったら金の竹、銀の竹とか。ああマンズも持ってく。はい、マンズも27日来れる。いや、行けますけど。じゃあ、マンズも来まーす。ステージにはね、出ないけどね。まあ、お手伝い的な感じで。スライムボールみたいな。あ、でっかいやつ、駐車場にあるやつ。2個前の家で作ったやつだから。そうっすよね。だからもうずーっとあるやつだよね。確かに、あれも持ってくか。ぜひ意見をください。応募まだの人は、応募してください。で、もし、倍率的にめちゃくちゃ来てて、最後の見せ場の東京ずっと待ってて、今年東京で一回もやってないんだが、東京で来た時タイミングで行こうと思ってたのに、全然倍率高くていけないじゃん、めちゃくちゃ外れましたっていう感じになった場合、って感じになりそうだった場合、ちょっと考えます。その日、僕らが休憩時間をなくせば何かできるのであれば、ちょっとなんかできるのかなと思うんで、ちょっと皆さんの動き次第なので、早めに、応募したかったら、どんどん応募してほしいし、なんか、27日開けといていただけたら、チケットなくても楽しめる何かを、僕の方で考えるので、ぜひ応募してみてください。ということで、マンズの部屋からお送りしました。よろしくお願いします。はい、マンズ本当に来れんの？その日。行きます。言った。見に行きます。楽しい。はい、ということで、みんな来てください。始まりました、モンスターアクション TV。元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなのはありがとうございます。ということでやっていということでやっていきましょう。はい、こちら最近ね、僕がまあ、ハマっているというよりはまあなんかいろいろとね、模索しておりまして、まあ昔サブチャンで紹介した松本人志さんが作ったガチャガチャ、ガチャガチャ結構僕好きなんですけど、のやつらがちょっとかわいそうだったんで、なんだろう、彼らの場所を作ろうと思ってちょっと作りました。素晴らしいね。ちょっとサバンナの BGM にしてほしいな。すごいね、いいね。ライオンはもう草むらにいるね。ありがとうございます。そしてこちら滝、こちらもね、今揃えさせていただいておりますと。なかなかね、部屋にあんま疎くて、昔から結構部屋どうでもいいタイプだったんですけども、結構楽しいねこれ。うん、だからいろいろと部屋をね、自分風にアレンジしていけたらなと思っております。寝るときとかは本当に
人をダメにするクッションあるじゃないですか。あれを3つ並べて寝ててたりとか、こういうあのこの椅子をこうあの倒して寝てたんですよ、昔。こうやって本当なんですよ。さすがにね、最近ね、それでちょっときつくなってきちゃったんで、ちょっと健康を意識していこうかなと思います。心にサバンナをということで、インカザラシ。こういうのなしにしてさ、うん、バカにその普通にバッて、うん、カメラとか抜きで、やっぱそこはもう俺ら悪いところだと思うんだよね、最近。結局マチュピチュとかやっても、まあ確かに、うん、俺はプライベートでも行くかもしれないけど、うん、動画で伝えたいっていうとこが噛んでるわけ、うん、確かにね。じゃなくてよ、うん、でも見てみたい景色でしょ。景色、うん、むずいなあれ。みたいな、世界で一番強い人決めてほしい。でもないじゃん、なんかいろいろ階級とかバラバラで、いや別の競技なんでみたいなあるじゃん。お前やばいよそれ。マジで世界で一番強い誰なのかの景色を見てみたい。マジで共感できない。だって危ない、一番強いと決まるんだよ。いやだからその人は捕まるってことでいい。なん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 、危ないじゃん。なんだよ、スポーツじゃん。その人がキレたらヤバいってことじゃん。キレたらヤバいっていう理由で捕まえるのは道徳的じゃないじゃん。いやでもだからその強さはあんまり今もうやめようよっていう時代なわけじゃん。やめようよって言うから、スポーツとしてで、ボクシングとかキックボクシングとかさ、プロレスとかあるじゃん。一番強い競技を決める的なところもあるってこと。いや一番強い人。